はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、こちら第3のビール、麦とホップ新しいの出ました。限定製造で、本熟。麦とホップの本熟。1.5倍熟成。アルコール度数6%。原材料が発泡酒、かっこ国内製造と、麦芽とホップと大麦と、スピリッツ、かっこ大麦となっております。これ期間限定、これあそこで買いました。コンビニで。これがね、なかなか売ってなかったんです。なんか知らないけど。出たばっかりなのかな、これね。麦とホップ。新しいの。そして今回はちょっと、つまみをいただきます。じゃっじゃじゃーん。これは、ミックス野菜。こちら50円引き。これローソンストア100っていう100円ショップで、売ってましたの、買いました。お、50円じゃんみたいな。これ塩漬けですね。大根と小松菜と人参と、食塩と、うんちゃらかんちゃら。これ国産だ。原産地国産。内容量 120g。ほほほ。こういうの、野沢菜とかがうめえんだ、これ。これ小松菜だけど。漬物の野沢菜とかさ。うめえんだ、あれ。ご飯のお供にもいける。乾杯。あ、うまい。あ、これうまい。これうまいな。コクがある。あ、大根うめ。あ、これうまいな。前飲んだ、朝日のはね、なんだっけ、極上だっけ。あれもうまかったけど、これ匹敵するレベル。これうめえ。あ、うまい。こっちもうまいわ。あ、関係ない話だけど、最近歯がね、欠けたんですよ。この、ね、糸ようじで、左の奥歯を、下のね、奥歯をこうやって、ね、掃除してたら、いきなり、欠けたんですよ。奥歯が。おそらく、おそらく、俺よく、
左で噛む癖があるんですよ。食べ物。んで、なんか癖で、口の中の、なんだ。なんだよな。癖でこう、まあ、歯ぎしりっていう、あれもない、あれではないんだけど、なんか変な感じでこう、力をかける癖があるんですよ。口に何も入ってない時に、なんか変なこう、斜めにし、口をこう、斜めにしたりとかで、それでこう、力をかけるという、意味不明な、癖があって、多分そのせいで、耐えきれなくなったんでしょうね。左の奥歯がね。で、上の歯と、下の歯、4本とも、親知らずがあるんですけど、上の2本は、抜いたんですよ。だいぶ前に。んで、下の2本はまだ抜いてなくて、ぶっちゃけた話、なんか、親知らずってあると、なんかさ、悪いみたいななんかあるじゃん。虫歯になりやすいだとか、なんとかかんとかとか。そんで一回抜こうとしたんですけど、で、歯医者に行って抜いてくださいって言ったんだけど、もったいないって言われて、こんなに歯並びもいいのに、ね、抜くのはもったいないと。で、ね、かなり歯並びは綺麗なんで、抜くのはもったいないって言われて、かわいい、歯科衛生士さん、女の人から言われて、あ、マジで?みたいな。で、やめたんです。で、抜くのやめて、って感じかな。あれ?麦とホップってこれ、新しくなったんだっけ?あれ、これいつは、これいつから新しくなったんだっけ?あ、もうこれ飲んだよな。麦とホップの通常のやつ、新しくなったんだよね。これいつ新しくなったんだっけな。飲んだ気がするけど。まあいいか。後でちょっと見よう。熟成された最高のコク。これうまいな。あ、これはうまい。これはちょっとやばいの。うまいな。朝日の、さっき言った、極上も、やべえかったけど。あっちとはまた別のうまさがあるね、これね。朝日の方はどっちかというとかなり、コクが薄かったん
薄いやつなんですよ。ただなんか、なんだろ、キレというか、何なんですかね、あれはね。キレと喉越しみたいな、なんか、やけにズバ抜けてたんですよ。他の第三のビールに比べて。これは真逆の方で、すごい、コクが、第三のビールと思えないほどのコクがある。で、アルコール度数 6% って、まあ、普通のビールが 1% 高いわけだよ。で、大体アルコール度数 1% 高いと、割かし、やっぱアルコールの、特有の癖みたいなのが出てくるんですよ。えぐみというか、アルコール臭みたいな。これにも、まあ確かにあるはあるんだけど、それは逆になんか、うまさに変わってる。まあ、まあいいや。麦とホップ市場は最も濃厚で、力強い味わいを表現するために、旨味成分が多いカナダ産麦芽を贅沢に使用。通常の 1.5 倍の時間をかけて熟成した特別な麦とホップです。さあ、今だけの最高のコクを。どうぞお楽しみください。麦とホップだけだからうまい。これいつ発売したんだっけ、これな。これ最近発売したやろ、これ。2019年の3月の5日から発売です。これもうないぞ。もうなくなるぞ、お前ら。急げよ。これうまいぞ。これうまいぞ、これ。うまいぞ。これはうまい。はっきり言って。レベルが違う。ああ。しっかり苦さもあって。ちゃんと苦さもしっかりあるんです。すごいな。最近あれだな。第三のビール、むちゃくちゃうまくなってきてる。半端ない、この、レベルが。わ、うめえ、これ。これ値段100円ぐらいでしょ。まあ、コンビニで買ったから多分130円ぐらいでしたか。マジでこれ、やばい。これやばい、うまい。
あ、これうめえな。まあ、朝日の方は、あ、期間限定じゃないで、うん。期間限定、数量限定じゃないからいいけど。これ数量限定ですからね。マジで、これは、これはやばいな。これ鼻つまんで飲んだらこれ生ビールとわかんねえよ、これ。鼻つまんで飲んだら確実にこれ、あの、生ビールと勘違いできる、あの、レベルのうまさ。うん。あの、昔、麦とホップで、あの、田村正和さんが、CM してて、なんか、ね、ビールと変わらないみたいな、ね、感じで、言うてましたけど。それがようやくこれ、ここで、あの、あれだね、したね。実現したレベル。これぐらいだったら、普通の麦とホップだったら、あの、まあ、違うってのはもう明らかにわかるんですけど、これはちょっと、あの、これわかんないわ。鼻つまわなくてこれわかんないよ。わかんないかもしれない。これ。俺ぐらいのバカ舌だと、多分わかんねえ。半端ねえな、これ。うまい。苦味、風味、で、味、コク。すべてにおいて、かなり、レベルが高い。これは、絶対わからんわ。鼻つまんでるのは俺 100% 正解、不正解になるわ。これ鼻つまんで飲んだら確実にわかんない。うん。確実にあの、ビールとの差が、わかんない。うん。逆にその自信があるわ。その自信があるわ。半端ねえな。これ札幌でしょ？朝日の極上も朝日が、朝日で札幌、サントリーはもうダメだな、あれ。あれ、サントリーはダメです、あれ。うん。あれもう、ビール業界、ビールもダメだし、チューハイもダメですね、あれ。もう酒業界もやめたらいいんちゃうか、あれ。うん。第三のビールで言ったら、あとキリンか。
キリン。もう最近ほら、第3のビールがアルコール度数9%とかさ、クソみたいなこと言うとるやろ？そんな中でこれですよ。アサヒの極上もあれ5%だけど、あれも相当、超うまいレベルのやつが出て、で、まあこっちは6%だけど、そのアルコール度数の高さの、まあ、酒のちょっとアルコール臭みたいな、もうそこまで気になんないし。しっかりとしたコクがあり。ああ、これはうまい。これはうまいぞ。これはうまいぞ。これは。第3のビールはもうあれだな。アサヒと札幌の対決になるぞ、これ。キリンがなんか出してこねえかな。なんか。キリン。サントリーはもうあれどうでもいいわ、あれ。サントリーはどうでもいいんだ、あれ。もうそもそも期待してねえから。特にクソなのが、もう、チューハイの、サントリーが作ってるチューハイの99%が、甘味料入りなんで、もう絶対に買わないっていう。死んでも買わないっていうレベル。まずすぎて。まあ、あれですね。チューハイの、メーカーで言うと、やっぱ宝酒造も外せねえんですよ。チューハイはやっぱり俺の中で宝酒造がもう確実に1位なんですよ。俺の中で。もうチューハイは、もう宝酒造一択なんですよ。ただ、いや、札幌も負けてはいないんですけど、やっぱり宝酒造と比べると、やっぱり、俺が勝手にあれなんですけど、ひいきしてるだけなんですけど、実際うまいですよね。でも、宝酒造は、ビール出してないじゃないですか、ほぼ。多分。あそこはもう、チューハイも、の、1000倍特許だから。それはいいんですよ。だから、ビール、第3のビール、もしくは生ビール。まあ、もしくは発泡酒。ここら辺は、やっぱキリン、アサヒ、札幌。この三強なんですよ。サントリーも死ね。もう死んだ方がいい。あれも死んだ。俺の中でも死んでる。もう期待してない。もう、眼中にない。いやー、これはうまいな。これ今買っとうがいいぞ。これはやばい。ここまでのレベルを出してくる、麦とホップ札幌すげえな。やっぱ苦いんですよ、しっかり。しっかり苦味もあって、第3のビールの、
もはや第3のビールとは思えないぐらいの、あの、コク、苦味、そして風味、香り、味。これは、もうダメだ。これとんでもない。まあ、でも、まあ、限定だから。うん。これ限定だから、これ買わないと、これ損です。今のうちに買わねえと、マジで。これはあの、俺札幌の、あれじゃねえけど、これ言っとくけど、絶対買った方がいい。これ。4245です。久々に出ました。いや、久々でもねえか。いや、今年すごいっすね、マジで。朝日の極上もとんでもないうまかったけど、それに対応なす、とんでもないうまい第3のビール来たね。ということで、ご視聴ありがとうございました。